大丈夫そうっすね。じゃあ始めます。楽しくやりましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。夜が更けました。人狼に人狼の方を行ってください。お願いします。お願いします。どうしましょどうしましょう。ちょっと、頑張り、本当頑張ります。う。はい、わかりました。まあ、適当でいいよ。手抜いてやろう。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに8番のプレイヤーが発言します。はい、私からでございますね。進行論、ムラスラとか、そういう盤面濁るようなことやめてください。ヤクスラとかね、そういうことはやめてください。はい、ムラスラ、ヤクスラ、あと柱、血釣りとか、もうそういうのやめてください。あとはもう何も求めるものはないです。はい。なんでね。はい。もうあとはもう楽しくできたらいいかなと思ってます。まあ、占い師の真偽についてですね。まあ、必ずつけてください。それぐらいですかね。はい。以上でございます。では、おやすみなさーい。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。特に必要ないです。ところで、8番から始まったんですね。8の印象に関しては、まあ、普通で、まあ、すごいリラックスっていうか、まあ、ファッション的に、まあ、ファッションっていうか、まあ、まあ、リラックスしてる人だなって感じですかね。うん。別になんか、ムラスラが嫌いっていうのも僕も賛成ですし、うん。そのぐらいかな。まあ、8に関しては別に、特段別にいい印象もない、悪い印象もないし、ただ、まあ、同じことをちょっと思ってるのかなって意味で、そのぐらいかな。うん。あとは、その僕、本当に、前その話で喋ったから、まあ、頑張って占い師精査もちゃんとして、まあ、霊能精査もちゃんとして、LINE 精査も厳しいかもしれないですけど、まあ、できることをして、ちゃんと村として貢献できるように頑張りたいかなっていうのが、意思です。はい、そんな感じです。1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。まあ、8番、9番聞いたらそうだね。最初やっぱ9ちょっと印象悪かったんだよね。8番さんリラックスしてるねってなんかいいような感じで言ってるんだけど、結局8番印象ない。印象いい悪いないってなってるから、最初の下り何だったんっていうイメージはあった。ただ、まあこれ、でも自分が言ってることになるな。で、結局でもキューバさん、霊能精査も占い精査も頑張るって、すごいなっていう意気込みは感じたよ。まあでも、最初言った通り、そこがちょっと印象悪かったね。8と9どっちが印象悪いったらキューバ。まあ、あとは、もう進行付け加えるならもうね、なんていうかな。8番の進行に付け加えて、役すかし役あぶりするなと。まあ要はその、おっと9番大丈夫か。うん。盤面強くしていこうぜ。狼言う。2番のプレイヤーが発言します。ああ、そうだね。1番、まあ、しっかり話聞いてるなと思ったから、まあ、1番は印象いいかな。その9への精査ね。まあ、8番2周目。うん。でも8番いいこと言ってるね。もう変なことするなってね。いや、俺も本当にね、そう思うよ。うん。まあ、8プラス付け足しで俺言うんだけど、対抗出てきた場合は、絶対出てきてね。2日目出てきても、芯追えないよ。うん、正直言って、村支店って。うん。見殺しね。わかる？占い2の霊能1で騎士が潜伏して噛まれて、次の日乗っ取られたら100歩譲ってわかるんだけど、今日この日に出てきてるのに出ないとかありえないからね。うん。とか、強人だから噛まれてしまえとかっていうのもダメよ。出てこないと無理よ。それが狼だった時ってどうするのって思ってるから。うん。普通にゲームして負ける分はいいんだけど、変なことして負けたら、腹立つね。楽しいゲームじゃ絶対なくなるよ。うん、8番とか言ってるね。うん。まあ、9番ちょっとなんか、あたふたしてたなっていう今印象あったね。ほんと。うん、あたふたしてた。うん、以上。3番のプレイヤーが発言します。なんか今言えること
って、なんか9番さんがなんかやる気はあるんだなっていうのと、1番さんが話しっかり聞いてるなっていうのと、まあ、そこ2番さんが印象よく捉えてるなぐらい。結局白黒要素ってのはないんだけど、なんだろうな、まあ、8番さんに対して言っとくと、じゃあ俺がもし役を持ってた場合っていうのは、役すらとかはしないし、スムラだった場合っていうのは、役職語ったりはしないですって言っとく。あと、柱発言もしないです。お約束します。で、なんだろう。なんか、そうなんでね、1番さんのこと2番さんが印象よく見てたように、話をしっかり聞くってことをやってればいいんじゃないかなって思うんだけどな。特に9番さんには。話しっかり聞いてさえいれば、あとは思ったこと素直に言ってくれれば、村目は自然と拾えると思う。4番のプレイヤーが発言します。占い師5番しろ。俺は占い師だが、霊能が、霊能が西洋になりました。こっちが狂人っぽいとかじゃなかなくて、おかしい方を言う。で、な、騎士が、例えばなんだ、誰かが死んでってて、こいつが騎士出てきた、こいつが騎士っぽいかどうかっていうのは、ま、それはそれで精査していくし、なんだろうな、狂人がどうこうとかっていうより、おかしいやつを上げてってほしいね、みんな。それで俺はみんなの発言聞いて、こいつおかしいんじゃないかって言ってくから、狂人がどうかっていうのも、まあ、もちろんね、必要なんやろうけど、そんなことより、どういった点で、どういうふうにおかしいかっていうのを、はっきり言ってほしいね。じゃないと俺精査つかへんし、みんなに対して言う、伝えれないから。てか、めちゃくちゃこの一周で、なんだろうね。ほぼ役こいつは持ってないんだろうなって俺は感じ取れちゃってるから、あんまりしてほしくなかったかな。5番のプレイヤーが発言します。村人陣営です。4番が私にしろということで、ありがとうございます。はい、てか8番って占いの真理を突きつけてくださいって言ってるが、じゃあ、一周目だけでつけられるのっていう違和感があったし、うん、8番って占い心理つけすぎると噛まれる懸念とかって持ってない時点で大丈夫かな、この人もらったらって思いました。9番は占い霊能の心理をつけたいって言ったけども、無理だと思いますよ、はい、全部は無理だと思いますよ、多分9番の能力じゃと思ってますね。で、1番はちゃんと話を聞いている人物だと思いました。で、2番は盤面を固めないと多分発言ができないやつなんだろうなっていうのが分かります。3番はまあ普通ぐらいの感じですね。あくまで印象でしかないから、印象イコール白黒ではないから、そこはみんなにちゃんと共有しとかなきゃいけない部分かなと思いますね。はい。まあ、誰が釣りたいかっていうのは2周目で言えばいいんじゃないんでしょうかね。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。なんだったっけ、シャオランさんが5番さんに白を把握です。今の5番さんの話だと、8番さんって占い師なの？あのね、ごめんね、本当にお湯沸かしてた。お湯沸かしてた。1番さんが9番さんに圧かけてるところからしか聞けてないよ。電気ケットルの音がね、うるさくてね。ごめんね。だから、ひろちゃん、よかったら、8番さんが占い師スタートだったんだったら、白崎とか教えてほしいなと思っています。はい。ごめんなさい。油断しておりました。村人陣営です。はい。雑な、なんか、空を、思考ロックとかはやめていきたいと思います。以上。7番のプレイヤーが発言します。2番釣りでいいんじゃないですか。役ないんですから。綺麗事語っても意味ないです、このゲーム。役がないことを透かした人間はね。意味ないんですね。価値がないんですね。4番が言う通りです。わけのわからないことを言われてね、役を透かす。これは大きな罪ですから。もう2番1本してです、私は。平和村ですね。まあ、2番釣ります。8番のプレイヤーが発言します。はい。占い六四郎です。はい。占い六四郎。潜伏してたのは、まあ、1周目、まあ、何四郎になるかわからんかったんですけど、まあ、とりあえず潜伏しておきました。まあ、3四郎だったら、まあ、実際二人がおるんでね。はい。狂人さんと人狼、もしくは人狼と人狼がおるんで、まあ、人狼だった場合っていうのは、釣り切っていただいたらいいんでね。はい。まあ、それも狙えたらよかったかなと思ってるんで、はい。まあ、今日はね、まあ、
太鼓の4番さん何で見てるかって言うんですけど、まあ何で見てるか、4番さんに関してね、まあわかんないですけどね、この6-1が多分強靭で俺出てるんじゃないかなと思ってるんで、太鼓の4番ローで見てますね。はい。だから、どうしようかな。3番さんがその位置なんでね、3番さんに決めてもらったらいいんですけど、結局は、だから3番さんにその守り先っていうのを決めてもらったらいいと思うんですけどね。はい。ラスールどこかなって悩んでるんだけどね。でも7番さん狼だったら2番さんっていうのは、どうだろう。7番さん狼っていう可能性もあるんか、もしかしたら。そうよね。7が騎士だから。4が狂人で、7が狼だった場合っていうのは2っていうのはないかなとは俺は思ってるけどね。今は2釣りっていうの。狼で釣りをそうと、相方釣りをす恋っていうのはないから、7番がもし狼だったら7、6、7、9かなと思ってる。で、まあ1の発言聞いてみないとわからないけど、あと1の精査もまあそのうちしていきたいかなと思ってますでしょ。9番のプレイヤーが発言します。ん、ごめんなさい、聞き間違えたら申し訳ないですけど、8番さんのラインですけど6ですよね。なんで7679になるんですか。でもし、まあ分かんないですけど占い2人いるよね。48だよね。今の発言聞いてちょっと4が真かなっていうのをちょっと持ってます。8が偽で追います。7679、ナンバーや間違ってるよね。だから8偽4真で見ます。で17に関しては、僕全然聞いてなかったですけど、聞いてなくて申し訳ないですけど、 2が役がないって難しさって言ってて、そういうことか。知能政策ちょっとつかないかな。僕ちょっとやる気出して、ちょっと 1万2万3ぐらいが多分困ったんかなと思っちゃった。これってどっから釣ればいいんですか。8から釣ってもいいんじゃないかなとぶっちゃけ思ってるんですけど。違います。それだったらまあグレーの自分か2番かってことですね。今現状2締めかの時は別に2番さんの怪しいとかってないなと思います。役がないって言ったのはまああれですけど、現状だったら別に問題はないと思います。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。いや、9番言った通り、8番っていうのは7が狼やったら7679みたいなこと言ってたよ。その前もさ、8番って61強かなみたいなことも言ってたからね。なんだこの人って思ったけど、最後の発言でも、はい、普通に8にせって思ってるんで、普通に8いきましょう。で、3番さんはクロス越えを提案してください。まあ私死んでしかないでしょ。それはもうわかると思う。だって7番さん平和村だねとか言って、なんでそこで出えへんのって感じかな。まあ上げ足取りになるんかな。まあ別にどうでもいい。もうクロス越えでもう1と7の真偽はつくから、もう別にどうでもいい。もういい、俺は。はい、8つって4番がもう占ったらもうほぼ勝ちちゃうかな。6か2占、あ、ちゃうか。6、2、9か。まあどうでもいいよ。勝ちね、勝ち。何よ、他に。言うことねえんだけどなぁ。もう8釣り確定だし、4真でしょ、おそらく。で、5が白。で、4が占う。2か9か6占う。そこで1つ消える。釣りのは1、2、3、4か。まあ、騎士はそれで上行くわ。勝ちです。はい、8行きます。以上。2番のプレイヤーが発言します。俺は現状ね、17って多分、新郎で多分出てると思うんだよ。これ、狂人で出たらクソ利的してるし、だから7から冷たい。7の色見たいんだけど、サマちゃんどうかな ?7 の色見たいんですけど、ぶっちゃけ。だって7番があの時点で騎士って出てくる意味ってないと思うんだけど、基本的に。あそこですぐ騎士をしてるし、まあ、確かに4と8比べたら4の方が真なんだよ。発言的に。まあ、2周目の8番の発言ないんだけど、8番部屋村になって出てきた狂人じゃないのっていう、だから俺視点があるんだよ。
うん。っていうところかな。現状、やっぱ9番が おかしいこと言ってんだよ。占い精査とか、あんな頑張りますって言ったのに、結局8から言っていいんじゃないっていうのが意味がわからんかな。うん。9支点の8がどこに背負うさとか、うん、そういうのなんかなかったし、それに、どっちかっていうと、17も精査しやすくないと思ったんだけど、うん。7番って俺一本釣りしてだよ。役付けてるからっていう理由だけで、僕全く何もなかったし、うん。っていうのかな。7でいいと思うんだけど、で、1番3守ってよ。で、色見してくれよ、1番。3守って。って思ってんだけど、うん。現状占い新居出てんじゃないのと思ってんだけどね。うん。9がそこで8からいけるっていうのはね、なんかすげえなと思ったんだけど。っていうところかな、現状。騎士は新郎で見て、占いは新居で見てますね、現状は。はい。もうそれで行ってきます。俺は7に行きます。はい、以上です。3番。のプレイヤーが発言します。いや、ちょ、2番さん、2番さんどうした？え？いや、まあいいや、触れんとこはなんか怖いわ。8投票しましょう。いや、もう8番さん、死んでやっちゃってんだったら、まあ、どんまいっていう感じかな。もう無理っすよ。で、7が狼なのかもしんないね。ただ、別に7か1、まあどっちかが狼だった場合って、ね、クロス成功して4番さんの占い結果落とせるからいいんじゃない？もう4進進行ね、4進進行。村7はもう、全視点で8に投票してください。全員8に投票してください。でもこれ平和村だと思ってるから、4番さんが守ってほしい方に投票して、4番さんだけ1、7どっちかに投票ね。2番さんもちょっとなんか、すげえ怖かったんだけど、2番さん。悪いけど、それで行こうよ。7番が狼だった場合って、そのクロス越えの破綻で狼が一匹釣れるわけだからし、8番さんって強人でしょ。なんか2番さん48のセンサーつけてなかったらそこもちょっとあれだったんだけど、いやー、まあ俺はそれになんか2番さんが急に言ってたけど、いや9番さんめっちゃでかしたっていうか、いやありがとうございます9番さんって感じだけどね。いや話9番さんがしっかり聞いてくれたおかげでね、クリティカルな指摘してもらってって感じだけどな。で、いいよね。だ全員8投票。4番さん以外は全員8投票。8番さんももう良ければ自分に投票してもらって、もう真だったら村すいませんっていう気持ちで自分に投票してください。で、4番さんは1、7どっちかに投票で、投票された方が4守り、された方が4守りね。4番のプレイヤーが発言します。2番さんはやたら9番に言ってるが、9番は8番の新芽がない、俺の新芽があるとかじゃなくて、8番の言ってることが、もう訳がわからんから、9番は、余計な村釣っちゃうよりかは、8番釣って、人外であると思ってる8番釣って、俺を新進行してってた方が、まだ縄が届くと、そういうわけでしょ。ほんで、2番が9番に対して、そんな占い精査ちゃんとするって言ってたのに、なんか8番釣ってよく言えるなって言ってるけど、8番に攻めがないって9番自身が思ってるんだけど、8番釣りっていうのは9番言ってるのは別におかしくはないが、2番がそんなに9番に対して、うんちゃらかんちゃらっていうこと自体がわけがわからんって感じが。だから2級でわざとなんか言ってんじゃねみたいな。だから2級、なんかつながりあって、あっちゃったりすんのかなとか思ったりとかする、しなくもないけど、騎士がね、出とるもんでね。で、今日騎士から行きたいっていう2番さんもどうなのかなって思うよ。じゃ、仮にさ、7番騎士だった場合でさ、何も明日俺結果残せないんだけど、俺噛まれてって。ね。2番さんが、変かなって思うけどね。これは、もちろん8一定の、てか、どっちに守ってほしいとかって言うけど、両方とも俺守っとくよ。うん、俺が明日占い結果を残します。白だか黒だかね。うん、で、俺は、3日目噛まれてきます。3日目には僕はいません。そこで頑張ってください。他2番が変でしたね。9番叩きが。明らかに8番の芯がないって言ってるだけでしかないから。5番のプレイヤーが発言します。今みんなこの状況下で4番が死って言われてるから5番白応答でなりますよね。じゃあ5番の言うこと聞いてください。今日グレー詰めます。2番詰めます。はい。2番って占い心境だと思ってもかからず8番処刑して3番番に色にさせたいと思ってる人間がおかしいと思ってるから2番処刑します。9番って少なからず、ちゃんと8番のおかしい要素を挙げてたから2番が9番に対しどういう要素で8番が偽かってたことがおかしいと言ってるから2番がおかしいですね。で
でも7番2番狼がなくて占い神経だった場合、7番が2番を速攻で釣りたがっている様子が7人ロールには見えないです。で、2番の色結果を見ることによって、まあ分かるんじゃないのかなと思ってますね。はい、僕1番さんが金騎士だと思っているので、1番さんが4番超え、7番さんが3番超えでいいです。はい。はい、で、明日8番金切り進行でいいです。明日8番を釣ればいいんですよ。何をやっちゃってるんですかって思ってますね。この村。8番釣って何がしたいんですかって思ってるんですけど。だって8番みんな死んないんでしょ？じゃあ8番処刑でいいじゃん、明日。4番さんの占い狭めることが重要だから。はい、今日2番処刑です。9番戻ってこなければ2番処刑。9番が戻ってこなければ9番処刑です。はい。で、4番は2番、6番の占い能力使えばいいと思ってますね。8番って5番に対しての色付けをしてない人間だから、8番は5番の色付けをしてる人間やと思ってますね。はい。まあ、例えば、8、7、ロードで2強とかもあるし、って、俺は思いました。6番が8番の占い師っていう示唆を僕は出してないですね。8番はどうやって占いの心理つけるんですかっていうふうに投げてるんで、6番も興味があると思ってます。6番のプレイヤーが発言します。興味？ないよ。あのさ、だってもう8番ってさ、出現してるんだよ。で、2番さんがおかしいところは、8の芯を切れる9がおかしくって、騎士だったら7がおかしいって、全部色が見えてるような感じに見えるんだよね。だから、2番が人外に見える。こんな安直な精査でいいのかな？舞茸戻ってきて！舞茸お前の一票だよ！舞茸！2番さんのおかしいところは、騎士の精査もついているところがおかしいから、あ、よかった、9番帰ってきた。2から行きます。7番のプレイヤーが発言します。うん、確定順位の2番行きましょう。8、4の精査もつけられない。普通の場面で8番が出現してでも8番をかばい、真の騎士である私を釣ろうとしている。新騎士だからこそ役を尽かす人間を許すことはできませんよ。うん。それをね、1番は2番を擁護してるから8、1、2、ハッピーセットでしょ。つまらない試合すぎましたよ。4番が噛まれても関係ありません。1を釣り、8を釣り、2を釣って試合終了でしょう。まあ、村が強すぎましたね。まあ、2番は黒すぎですよ。役を尽かす。私があのタイミングで出るのが当たり前。8、4で8番を露骨にかばう。8-2ですかっていうぐらい、もうすいません。こんなおふざけ人狼殺するならもう敗損レベルですっていうぐらい、恥ずかしいですよ。もう2番釣りですよ。村が強すぎましたね。まあ、1番さんは、かばえばいいんじゃないですか ?2 番に行かない恥ずかしい騎士になればいいんじゃないですか。まあ、語りのね。私が新騎士なんで。新騎士は、1番怪しいところに行く。そして8番行けば、ピピないですからね。2番いきます。全プレイ。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは 2番の遺言を発表してください。まあ勝ち筋まだ全然あるんだけど、じゃあ4と8には絶対9占いね、絶対9占いだから、あなた方9占いよ。で7と1はじゃあ3守れな。この生きってる5番ちゃんは俺の色を見てわかるっつってんだから、発言どう聞いても1と7だったら7が偽だろ。最初の俺だけ、歴史で意味が分からず出てくる。普通潜伏じゃないの？基本は。で、霊能が出てきて、そこでランテージとか上げて、ようやく出てくるんじゃない？そのランテージに入ってきたら。おかしいんだよ、そもそも。うん。いや、いいよ。俺釣られても。まだ勝ち筋は全然あるから。うん。いいね。4番も8番もこれで9占いね。絶対だから。うん。絶対だから、これ。やれよ、マジ。俺釣ってんだから。グレーでそこまでやってるっちゅうか、そういうことだからな。この盤面下で。
普通はまあ占いからだよ、普通はね。でも俺はちゃんと言った。八は狂人っぽいから、騎士で辛労で出てるって俺はちゃんと言ったからな。だから俺7から行きたいって言ってんだけど。はい。じゃあまあ5番ちゃん、実力見せてもらおうか、あなたの。こっからあなたの腕次第ですよ、5番ちゃん。はい。そんだけ行きって言ってんだからね。はい。っていうとこです。1が真でしかないからも。9の要素取り。9は占いと霊能精査頑張るって頑張っていなかったじゃん、全然。8でいいんじゃないって。じゃあ、騎士はどうなのって。騎士は分からないって言って、どう考えても1番だろ、こんなの。と思ってますけどね。6番、俺の言葉分かるだろ、6番。もう言うけど、6番、愛情。夜が更けました。人狼、はい、どうしますか ?3 番でも買います ?5 番でも買います ?1 番で買います ?5 番いきます。え?5 番いきます、5番。5番、うん、じゃあ5番。うん、はい。お願いします。はい。よ昨夜は1名の方が亡くなりました。6番のプレイヤーが発言します。なんだって？キュークロ？シャオランさんは？ちょっと待って、シャオランさんは、玉城、私に黒、あれ？角城を作ったわけ？何なんだろう？なんで旧占いに流したんだろうね、2番は。なんでだろうね。いや、なんで？ちょっと待って。7番のプレイヤーが発言します。はい。今日8つって、そして4番に9でもらってもらえばいいんじゃないですか。最終決戦です。今日はまあ、確定順位の8。そのために2番つってますから、今日は8つって、4番に9占うか、1占うか、7占うかやってもらえばいいだけなんで、今日は8番に行きます。これでもう確定可能か。2番つってるってそこなんで、8の新切り進行、8行きます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、4番さん、9占いしてって2番さんに頼まれてるんですけどね、4番さん9占いしてないですよね。まずそこが4番さんの呪い予想。だって 相方がやっぱ狼だったら占いってしたくないんですよね。だから6に占いに行ったと思うんですけど、まあ9番さんは、9番さん占い理由っていうのはやっぱ白狼一狙い。俺が出現してる中でマットなこと言われてるわけですよね。だから9番さんって必然と白狼になるんですね。白くなってるんですよ。だからそこを占っとかないと、まあどうしてもいけないかなと思って、5番さんよりかはその白狼の9番さんを占っときたいかなと思ってて、で、占いました。で、結果黒出ましたんで、はい、今日9ずりです。はい。9ずりです。9、4、ローローで、まあ、どっちかに今、巨人がいるでしょう。1か7にね。まあ、7の方が若干共鳴を感じますね。2ずりっていうのをね、してるところから、あっこで2ずりをするっていうのは、まあ、ないので、まずそもそも進行論としてありえないので、だから7が強靭目が高いかなと俺は思ってます。はい。なもんですかね。はい。今日9つってください。9つってなつった、4つったら終わりますね。で、7強靭なんで別に騎士から詰めてもいいんじゃないですか。はい。7強靭だと思ってますんで、今の発言からね。というか、昨日の発言からかな。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、やっぱ8番さんの話がやっぱ、ハテナで、ちょっと待って、8番さん僕に黒出してもかっ、まあまあいいっすわ。僕がそんな白狼だったのかな、ちょっと思うところもあって、で、8のおかしい、別に4番が6占うの別に別悪くはないんじゃない？だって、結果的に多分 4目線でも自分か8がどっちかに狼いる感じで。で、8って、ん ?8 って、あ、そういうことか。相方を、あ、そういうことか。4級ローローで追ってるってことか、8が。あ、そういうことか。あ、ごめん。あ、八幡さん最後なんかね、失言があったんだけどね、それを忘れちゃったんだよね。うん？って思ったんだよな。あ、ちゃんとやるって言って、ちゃんとやれてないんだ。どうしよう。
あ、そうそうそう。8番さんが、自分黒出してるのに、強人を追ってる17で7を強に追ってるのに、騎士からでも詰めますかって言ってるのが、ん?ってなったかな。そう。普通に黒出してんだから自分釣ればいいんじゃないなと思ってるから、うん。で、僕目線は、この時点で僕も、だって、例えば、まあ、78ローローはないかもしれない。81ローローしか追えないんだけどな。でもな、17で精査した時に別になんか1が怪しいと思わなかったんだよな。1番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。もう正直この村知らんって思ったな。昨日絶対8でしょ。3番が8釣りって言ってるんだから。で4番さんももうクロス越え、その3番さんが言った通りすればいいんだよ。だからなんかもうわけのわからん進行になってきてるわけ。で、7番、あのさ、まずさ、自分が騎士だったらさ、みんなに言うよこれ。自分が騎士だったら7番の2周目の位置で、護衛が村わかるようにちゃんと言うでしょ。俺はとりあえず5番が4護衛って言ったし、もう4番守るしかないと思って4番守ったよ。うん、その提示もできない7番にどこが新騎士なの ?9 番。何が18やねん。うん。あなたが村だったらもう78しかないの。うん。もうわけわからん、この村って正直思ったわ。8だろ?だからこんな風になるんだよ。2なんかに行くから。8でいいんだよ。で、8が失言で死んだったらそれで色が見てわかるじゃない。二釣りなんて、ありえんし。だけど7番はもう、まずありえんのよ、はっきり言って。その位置で二釣りとかって言ってるのが。騎士だったらもうこのクロス護衛で破綻がわかるわけだから、8釣ってでも、どんどん詰めていけばいいだけじゃん。意味がわからん、この村って思ってますよ、3番さん。あなたも8に入れなきゃ。はい。もう8しかいけないわよ、こんな。3番。のプレイヤーが発言します。いやもうブレたのは申し訳ないけどさ、でももう4番が両方護衛くれとか言い出して、もう5番に関しては俺が進行取るとか言い出して、でもその後の流れ見てももうねえ、死に票はまあでもどこなんだろうな。いや俺も思ってることは一緒だよ、もう結構知らんと思ってるけどでだって新郎新郎だった場合ってこのまま6番噛まれるでしょ余裕で。でも、持っても、ああ、で、クロスは続行ね。7番さんが4守り、で、1番さんが3守りで、よろしくお願いしますね。で、結局、17の提示、審議差ってどうやってつけるのかっていう5番さんで、ね、その2番さんの色からわかんのかな。例えば、6番さん、ああ、違う違う、8番さんって、6番を、何、7番との欄に含めたってことは、6番を黒塗りしたい人物で、自分が白さしてるのを忘れてね。だから占い師っていうのは否定できて偽物だっていうのがわかる。で、8番の色結果っていうのが黒だった場合って、狼でいいか釣りをしてる6番っていうのは白くなるとか、間接的に色結果もわかるから、まあただ別にグレーツメ進行、キシロラ進行、占い師から行く進行、どれもあるけど、昨日の盤面というかこの村においては、4と8の心眼差っていうのがついてるから、4、8で8行くのがいいって俺は思うけど、まあ人それぞれ正義はあるよね。まあ、今日は8ね。今日は8。で、クロスは続行。まあおそらく6番さんが噛まれて、17の精査をつけなきゃいけなくなるでしょう。はい。4番のプレイヤーが発言します。俺が2番言ったのは2番に昨日ね言ったことと、あとその5番が、グレー詰めて、俺の占い幅を狭めて、あ、それはそうしてくれるとめちゃくちゃありがたいなってことで俺は2番に言っただけであって、で6番占いしようが、俺が9占いしようが、別に騎士のところで進路出てて、んで8番自身が進路だった場合、どこ占おうが白しか出やんわけで、詰めるべきかなと思って俺は2番詰めただけ。で、8番が普通に9番に黒打ってるし、普通に強靭で黒打ちなのかどうかどうなのか知らへんけど、それであって場合に、それであったとしても、ね、8番今日さ、釣ってくれるさえすれば、俺って別に9番で占い結果を残すのか、どっちか怪しんでる方に7番、1番に占い結果を残すのかわからんが、とにかく8番さえ言ってもらえれば、
続くは続くんで、はい。だろうね、キューバさんもなんか、なんか、わばばばばばみたいな、1が怪しいと思わんだとか言ってるけど、俺からしても1と7があって、どっちが真とかって、真っぽさとか、偽っぽさって別にないから。そこで、なんか、1番と7番のどっちがどっちだって言ってるのがなんかすごいなって思うけどね、俺は。俺は1と7がどっちが真とかわからんかな。まあ、とにかく、8詰めてもらって、7番さんは俺回り、1番さんは3番回り、こう入れ替わってね、シフトして守ってもらったら全てが見えるんじゃね。とりあえず8すれば全然大丈夫だから。全プレイヤーの発言が終了しました。打ちたければ打てばいい、グダグダ言わずにな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。ああ、俺が釣られちゃったから PP ですよ、マジで。4級狼、1かない、どっちか狂人、多分7が狂人だと思ってるよ。だってよく考えてくださいよ、3、6番さん。俺がここでね、狂人で黒打つメリットって何なんすか？やばすぎでしょ。ここで強靭で黒を打つメリットってないですよ。あれだけ芯下がってるんだからさ。で、9番が狼だった場合って、白黒1になるんすよ。だからそういう白いこと言ってる人をやっぱ占っときたいかなと。俺が出現してる状況下の中で、真っ当なこと言ってたら、やっぱ狼って見つから、狼でも、その後って狼の人だったら、真っ当なこと言われてるんすよ。だからそこ裏とかないと意味がないんすよ。5番さん白く、5番さんよりかはやっぱ9番さんの方が俺を叩いてるのが真っ当だったでしょ。だから俺 5番さんよりかは9番さん占ったんですよ。ね？よっしゃ、PP っすよ。どうすんすか、これ。以上です。頑張ってください。よっしゃ。ね、PP なんで頑張ってください。夜が更けました。人狼のじゃあ6でも噛みますか。行ってください。6噛みますか。はい、4の表示にかけるか。かけましょう。すいません、ダメだったら負けだから、まあいいや、気楽にやりましょう。8ははっきりして、狂人なのか真なのかね。よ、昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。じゃあ今日は4番いきましょう。安定進行で、で最後の勝負しましょうか。8白でしょ。じゃあ4番いこう。しょうがないでしょ、安定進行を取って最後の戦い、最後の戦いってか終わんなかったら9すればいいだけ。1番狂人ちゃんちゃんだからね。4番いきましょう。まあそれで終わりでしょ。4行って9で順番通りいけば1強でしょ。まあこういうちゃんちゃんゲームでしたね。まあ8は真なのか狂人なのかよくわかりませんが、まあ今日4行って、そして9行けばいいんだから、まあ今日4行きましょう。安定進行を取りましょう。以上です。4行きます。9番のプレイヤーが発言します。もう初めてなんですけど、いや、やめよう捨てられたマジか。まあはい、すいません。4入れ、マジか。8、4入れます。もうはい、マジか。1番のプレイヤーが発言します。発言します。何これ、もう9でいいんじゃないの。もう知らんよ、4進進行やろ。もう9釣って7釣って俺目線終わりだけど。
俺別に明日、昨日だから3守り。俺は明日4守りするわ。もう知らんし、この村。はぁ、ほんまに。安定進行で4って何なん？それもようわからんのだけど、7番さん。9黒角なんやろ？ 9 じゃないの？何言ってんの、ほんまに。はい、9。3番のプレイヤーが発言します。まあ、これで4番さんが本物だったら勝ち確番面ですね。今日は確定黒の9番さん落とします。で、1、7番さんがクロス越え続行します。で、4番さんが噛まれるイコール、1、7の真偽がはっきりつくから、そこの偽物つって勝ち。で、4番さんが生きてた場合っていうのは、1、7どっちかの占い結果っていうのが落ちるから、村の勝ち。で、4番さんが真って人外分かってる。分かんねえのか。で、占い結果から。まあ、4が真なら勝ち確っすよ。クロスは続行ね。クロスは続行ですよ。4番のプレイヤーが発言します。で、角黒の9番釣られなくて、俺が釣られるんですかね。よくわからないですけど。クロスのあれが明日証明されると思うんで、はい、勝ち確です。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは 9番の遺言を発表してください。ありがとうございます。勉強になりました。夜が更けました。人狼に気をつけ、人狼。簡単に結論を急ぐな。まあ、やる必要ないだろう、こんな遅延行為。時間の無駄。まあ、早く終わろう。噛み合わなかったね。まあ、いいんじゃない？勝てなかったから。まあ、いいんじゃない？もうどうしようもねえから、もういいや。よ。あっち強振か。なら負けね。昨夜は、1名の方が亡くなりました。3番のプレイヤーが発言します。もう簡単だよ。4強人だったら俺の負け。で、4が死んだったら7の負け。はい、以上。7番投票します。4番のプレイヤーが発言します。8番強人もよく9番に黒打ったね。もう勝負かけたんだろうね。それの、その場合ってさ、確実俺釣られ、なんだ。確実に負けだよね。人狼に黒打った時点で。まあ、なんか、構成が分からんかったけど、どうで取るかっていうのはあまり分からへんかったけど。7神ありなんすか。まあ、いいっすよ。それで、めたいなって思って、7番が死に見えるんだったら、俺、釣ってゲーム負けてください。はい。終わりです。7番のプレイヤーが発言します。4球。これは震えるわ。4球。芯取るためにやったんだね。で、1、4、芯だと思って巨人噛んだみたいね。4球。8番、なんで4球。4球。発進。4球ロロ。震えるわ。こういう攻めね。球を白で出すと芯が下がるからね。4球。4球ロロ。驚いたね。4番いきます。はい。全プレイヤーの、え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。あのさ、もうやる意味ねえだろ、こんな試合よ。早く終わりたいけど、もう無駄でしょ。やる意味ねえから早く終わろう。これどうやって4番に票が流れんだよ、こんな試合。やる意味ねえよ、8番強人だからな。投票が終了しました。まあ、結果論で言うとやらなくてよかったね。占い出なくてよかったわ。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。